よし、行きます。ですね、俺はとりあえずまあ補助に回りつつって感じですね。うん。まあ、火炎と打撃が食らわないランダで、まあ、リカームたるんだ。ああ、でもな、一応あれなんですよね。あいつ火炎吸収だからな。俺、一応なんか攻撃できんの。とりあえずこの場しのぎでなんか、ブフーラとか、あ、ブフダインまだ増やしてなかったな。アギラオとかなんかないのか、ブフーラとか。ないのか。メギドやだな。アギラオ、そっか、アギラオダメなんだよな。どうしよう。なんかないかな。カルが2つある。ブフ、いや。なんとかなんだろう。試合行こう。このきっと勝てるっていうのがな。敵豪気タイプ。波の敵を大きく上回る戦闘力です。了解。分析してみます。少し時間をください。まずはっすね。これ何するかな。マハラ組んだ。まあ、たるんだか。とりあえずですね、まず、貼るんですよ。フィジカルミラーあるだけ。2枚しかねえか。こいつ全体物理持ってっから、多分一瞬でなくなるな。で、あとは、あ、おいしい。でですね、あとは、とりあえずみんなで。デスバンドやってくれんのが一番ありがたいんだな。うん、ゆかりがバンクルついてるんで結構変のかな。どんぐらい変だろう。なるほど、こんな感じっぽいっすね。手伝ってください。44。でもう一回フィジカルミラー、本当はもう一枚ぐらいあってよかったんだけどね。うん、まあしょうがない。デスバ、いいね。デスバウンドでなくなったんで、タルンダかけましょう。怖い。そのためにサムラさん入れたと思う。あ、俺がまあタルンダやってサムラさん楽んだでもいいかな。幸いみんな回復もした。これ行きたいんだけどな、俺行っちゃうか。ワンチャン配管あるんだけど、だ、あ、大丈夫。はい、ヒット、チャンスですよ。行きましょう。了解です。あとまあ真田と天田は食いしばりがあるっつうのもでかいっすね。安い、全然いいや。一応回復しとこう。俺も当たるんだな。デスバンが怖いな。手伝ってください。大丈夫だろ。あう、おお、ナイスカウンター。今のあれっすね、あれなんだっけ。っていうかあれか、スクンダの方がいいのかな。スクンダの方がいいな、多分。こうやって見るとあれだな、ペルソナス強っ。楽んだ下にしてもなかなか。ペルソナ3のパーティーって結構回復多いっすよね。ゆかり、真田、ケン、ミツルも、あとアイギスもか、半分は回復持ってるよね。
まだか。打撃が効かないんで、アギラも吸収される。行くしかねえじゃん。うん。配管そんな、あっ新見切り出たな、今。うん。そっ、もう全部やっちゃう。全部やっちゃう。ゆかりが一番持ってるから、ゆかりは攻撃させる。ほんとフィジカルあると楽なんですけどね。うん、5枚ぐらいあったらもうド安定なんだけど。うん。意外でも大丈夫そうだね。あ、でもタルンダかかってるからか。次の攻撃が、打撃アタックとかだとこっちでも嬉しい。行こう。すげえクリ率あるなこれ。あ、チャージ美味しいな。ある意味良かった。美味しくはないんだけど何も美味しくはないんだけど本当は。いや、チャージか。ガードしよっか、おとなしく。うん、ガードしよう。ふぅ、ガードでよかったな。絶対よかったガードで。まだ生きているか。回復だな。このパーティーで来るのそういえば初めてだよ。やってないのは多分いっぱいあるだろうけど。意外でも大丈夫だ。もっとなんか苦戦するかと思ったけど、うん、えい、あ、やべえ、おお、敵体勢を崩しました。肝心の俺がクリ食らっちゃったか。止め損なったか。だやだ、バスターアタックがある。バスターアタックだ。注意してください。いや、もう攻めるしかないでしょこれ。あぶねえ。よくあっこで死ななかったと褒めたいな、これはさすがに。死ななくてよかった。もう一回戻りますか。相馬だ。マジックミラー。いやー、フィジカルミラーなくなりましたね。しゃあない、そういう戦いだからな。仕入れられそうだったら姉子のとこ行って仕入れたいっすね。うん、一応まあ打撃反射とあとはアギ耐性があったんでランダっすね。ただ攻撃何でもいいからできんのがあればよかったっすね。もうちょっと、お、順平三つるコロマルか。オッケー、コロ。体力。ああ、SP 大丈夫だよね。うん、やんなくても。あとは防具いちいち使いますっていう。これ手に入ったんですよ、気合の腕は。マジで助かる、これあると。うん、自己死がね、うん、なくなるんで、かなりのこう確実っつうか完全ではないんですけど、相当違うよね、あんのとないのとで。これでいいか。うん、ミツルは、あー、どうしよっかな。なんか面白いのつけたいんだけど、この辺つけとくか。斬撃これいいんだよね、これ本当に避けたね。うん、いいよねやっぱ。うん、一応セーブしとこう、怖いから。次やって勝てる自信ね。運良かったですね、結構。うん、っていうかやっぱね、何度も言うかもしれないですけど、
たるんだ超大事たるんだ超大事、ボス戦には、うん、単体ボスにはやっぱたるんだ大事です。ハムよく生き残った本当に。あれあでも腕はつけてたから一回は耐えられたの。言うてでもね、言うてですよ、危なかったけどね、クリティカルだったから、あの後もう一回デスバンかなんか来たら普通持ってたからね、よういけたわ、持ってな今日の俺。あーもう上なんだ、3ボスとあと単体ボスだけだって、うん、出た強敵です、弱点なし、先制できそうです、チャンスですよ。あーランダか、打撃反射あるな、ちょうどそういう、よし行こう、まあ、大丈夫だろ、めっちゃ硬え。あそっか、氷結ダメなんだっけ、打撃に対処ダメなんだラストです。いいやつある、チュー、あ貫通アタックなのかこいつ、ダビングだと思ってた、てか強くねえか、体力ありすぎ、こいつ硬いんじゃないんだよな、多分体力がめっちゃ多いんだよな。うわマジか、やばくねえすかこれ、ちょっと待って、ブフ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 、ブフブフブフ、あ痛い痛い痛い、リカームないね、よし違いしだ、どんだけもらえんだ、ミノタウロス普通の敵でこんなに手こずっている、あちょっと、え、あぶねえ、しょうがない、もう順平は無理だ、強くねえかマジで、全然変ねえべな、つえ80、いや勝てえわこいつ、体力とかじゃねえわ、勝てえわこいつ、ちょっと待って、これ、ま、ワンチャンマットアサルト、あダメか、くそダウン奪えなかった、もったいないことしちゃった、あやべえこいつ強え、いやいける、絶対にいける、あよしよし、当たらず、まあ当たんねえよ、これまずいからね、うっ当たって、どうしよう、じゃあな、やべ強すぎるこれは無理、さすがに無理だった、いやあれ強えな、うん、無様に去っていくよ僕は、うん、あ2回やっちゃった、もったいない、あー強え強え、あれ喧嘩打っちゃいけないやつ、うん、少しレベルが足りないっぽい、ワンタン切りされるうちはダメだよね、うん、まあ逃げんの好きじゃないんだけど、まだ敵は3体です、気をつけて、てかあれじゃん、アギ3枚になっちゃった、まあいっか、使われた可能性もあるし、続けてどうぞ、弱点、うん、よし
俺の出番か。ケイ、ギガースより手こずってるケイについて。ネプチューンまで手こずってます。今だ。おりゃ。ほら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 。ふう。ギガースとかピクロプスってもうあれなんだね。ライオンで出てくるんだね。ソニバルか。あ、来た。チャームでいいね。あ、残影か。俺残影はそんな好きじゃねえんだよな。やべ、死神来る前に行っちゃおう。こちらかな。おう、お、いいね。まあ、あれだね。あ、100万なんの、もう。そっか、あれ30何万入ったんだよな、確か。あの報酬で依頼の。そろそろ上だべ。もう一個ぐらいかな。あー、そっか、これか。7、なんもない。お、スペシャルコレクション、何のことを言ってんだろう。うん、なるほど。コロマルさんはコメントはないんだな、ここに対して。うん、そらそうか。まあ、なんだろう、順平何に対して言ってんの。これ物々しい刺繍刺繍でいいのかな。入り旅、よし、じゃあ蹴るか。ギガースよりあれですね、あのミノタウロスの方が。ミノタウロスやっぱ強えよな。キクロプスとかミノタウロスな、終盤のやつエレー強えかんな。はい、ザッス、右ドラオンジェム、ザッス。うん、オッケー。ああ、そうだ、どうしよっかな、なんか作れっかな。実体か。項目点とかできんだ。あ、青龍か。まあ、ラミアとか使ってもいいんだよな。ちなみに、ナルキッソスか。ラミア。オベロン。フラロース。バスキか。ブフ系なんか欲しいよね。って言ってたんだよね。とうとうジオだよね。うん。で、こいつメギド覚えんじゃなかったっけ。それはあれか、トーテツだっけ。あ、パルバ、パルバ欲しい。サティ、アギ系、あ、インケバスいるのか。パルバティ欲しい。可愛いから欲しい。パルバ欲しいなぁ。ディアラマ、うん。テンタか。テンタとか欲しいかな。トラフーリ。うーん、落下ジャオートはいるな。メディアいる。うん、あ、テンタ。タルンダいるな。タルンダの人みたいになってんな、俺な。落下ジャオートと、タルンダと、あ、まあ、テンタあたりがあればいいかな。ロッカー上とたるんだ。惜しい。メディアかテンタ。いや、一旦切ります。一旦切りますというか、もういいか、ここで。とりあえずまあ、作っておきますんで、うん。で、うん、作っておきます。お疲れ様です。
とりあえずできました。はい、パールバティでですね、星と正義がないんで猫将軍を下ろしてきました。ちょっと気が早かったな。うん、まあいいや、一旦じゃあ戻りますかね。うん、ういっ、メディアなあ、また作るか。お、寺内先生、アプリコットユーノー、アプリコットって梅なんだな。ジャパニーズがつく、トキ、ハッカ、ヘイザク、これじゃなかったっけ、あってた。うん、ジャパニーズミント、なるほどね。ルルルン、あ、疲れた。久しぶりに江戸川先生のとこ行くか。お、純ちゃん、ウェイ、今日純ちゃんっすね。純ちゃん三色、あ、風花ちゃん次ラスか。うん、お料理部ですね。あー、ついに OK。 の前にまずこれですね。あ、さっきぶりっす、びっくりサプライズ。うん、寂しいのか。おお、チャンスそう。なるほどね。強そうだもんな。大西先生とかも強そう。うん。Do you know麻雀、まあ一応。触るぐらいなら、うん、メンタンピンドラドラ、リーチ一発チートいつも、うん、ダーリンも寝不足、おお、うんうん、B のみ、そうっすね、その辺からだな。短期待ち、ドラタンとかか。リャンハン縛り、俺リャンハン縛りあんま好きじゃないんだよな。ダマテンしてるでしょ。泣きの竜みたいな。うん、長島アンガン企画、おお、結構いろいろ知ってんすね。この先生かわいいな。うん、うん、点低くなるからとかね、あの泣いたら役にならない手とかもあるしね。俺イーペーコー最初知らなくて普通に泣いてて、うん、ロンは向こう、うん、学力上がったのか今ので。マージャンたまにやるんすけどね。うん、天方がいいっすね、やっぱ。ルルルルルルル、もらっていきましょう。この間違い石出たかんね。あ、違い石、違い石結構いっぱい買っとこっかな。割となんか、うん、戦闘で死ぬ。カードだったな。メディラマもう一回生成すっか。なんか、あ、違う違う、何をやっているんだ。交番ですよ、先に。うい、3人助けましたからね。うん、あ、帰ってきてたのか、巻き込まれてしまって。フェルトの人形、これ確か宝珠バッジと一緒なんだっけ。うん、
配管、配管が欲しい。これはあ強い。20か。大体20何ぐらいか。どうすっかね。まだいいか。ギガンターンは割と、うん、優しいな。うん。なんか増える？あーこれか。これは欲しいな。結構、うん、雑魚戦でもボス戦でも役に。安くなったで買おっか。あれ好きなんですよね。よし、まあ、属性に合わせて1個ずつ買っとくか。ん？でもあれか、俺まあいいや。ハイパーカウンターか。配管やっちゃう。これできたべ。ミドルグロウ、ミドルグロウ作ってたね。ういよし、いくぞ。配管10連ガチャ。落下しようとすればなかったっけ。あ、ブフダイン。そっか、ブフダインもか。はい、残念な。まあでもいいや、今回配管にします。いやでもブフダイン、ブフダイン、いや、まあ、流してから、まあいいや、配管にします。